はご来場いただきまして誠にありがとうございます。まもなく開演です。最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。はじめまして。私たちは京都を拠点に活動するつくねるという劇団です。今年で結成3年目になります。コロナウイルスの影響を受け、9月に予定していた本公演を中止し、今私たちができることを改めて考え直すことにしました。最初に思い浮かんだのは、いつも私たちを気にかけてくれる、劇場に会いに来てくれる、そしてこれから出会うはずのあなたのことでした。私たちはあなたと今つながるために短編演劇作品を人間座スタジオにて上演します。そしてこのクラウドファンディングを通して、私たちの作品に参加してくださるあなたのために演劇作品を創作します。皆様、今だからこそ、今できる範囲で、そして今やりたい方法で、私たちのチャレンジにどうぞご支援よろしくお願いいたします。ここまで見ていただきましてありがとうございます。代表の西井です。正直、演劇やる前に自分の人生なんとかせよって感じなんですけど、こんな時だからこそ今できる方法で、私は演劇作品を作ってあなたに会いに行きたいと思っています。ぜひ皆さんにもこのつながり方を楽しんでいただければと思います。つくねるの活動にご支援ご協力よろしくお願いします。